今日はアイシャドウはこれです。ビセリシェのダブルベールアイズ、最近新作で出たこのアイシャドウを使っていこうと思います。こんな感じです。すごいラメ感が綺麗ですよね。チークは RMS ビューティーのこれを使います。ちょっとオレンジでポワンとした感じに見えたらいいかなと思ってこれを選んでいきます。リップはこの白のジンジャーリップバター QC07 というカラーを使っていきます。はい、こんな感じでオレンジメイクは完成しました。このリップとアイシャドウでこんな感じです。では今から着替えていこうと思います。I gotta tell you something I could do. I could be running or I'd chase you.
このアパートバイローリーズのワンシュルにこのユニクロのハイライズワイドジーンズだったっけがなんかちょっと名前忘れちゃったんですけどのボトムを履きました。ピアスは今日はこれつけようと思います。今日はこのバッグで出かけようかなと思います。これはキャトルエラージュっていうお店で買いました。どこのやつだろう、なんかセレクト系のお店のやつなんですよね。こちらのブランドコントロールフリーフレークっていうところのものです。なんかこの光沢感がある感じと、ここをこうやって絞ってこういう風に持つタイプの巾着系ですね。で、まあ、肩からかけてもいいし、これを外してここを巾着みたいにして持つのもいいと店員さんが言っていました。ちょっともう荷物は入れてるんですけども、中身はお財布と鍵、車の、今日車なのでと、ハンカチ、今日はこのフルラのやつで、今日使った白のこのリップと、このウカネイルオイルのやつを入れます。あとちょっと見せれないんですけど、通帳も入れてます。こんな感じで OK。 あとは携帯ですね。結構荷物がこれ入るのですごい便利です。ちょっと今日予定が割と詰め詰めなんですね。なのでちょっと忘れちゃうので、やらなきゃいけないことを、これ韓国で買ったこのトゥードゥーリストのやつにちょっとやらなきゃいけないことを書きます。毎日ですね、ちょっと恥ずかしいんであれなんですけど、こんな感じでちょっとスケジュール帳にもなってはいるんですけど、一日の予定とかも書き留めれるようなノートになっているので、それにちょっと貼ろうと思います。これ最近買ったペンなんですけど、エモットって読むのかな、すごい使いやすくておすすめです。はい、ということで、こんな感じです。ゴールドのアクセサリーとこのブラウンのピアスでワンショルな感じ。オレンジメイクなのでちょっとこうカーキな感じとカジュアルな感じを取り入れました。髪も最近はもうシンプルにワンショルです。はい、ということで出かけてこようと思います。では行ってきます。